年を生きる。その言葉を胸にこの1年過ごしてきた翔くん。翔くんだはこの1年何度も自分に問いかけたであろう。死とは何か、生きるとは何かを。その答えを知る方はあのお方だけ。さあその名前を叫び、その再来を歓喜と共に迎えるがいい。旅立つがいい。神熊、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 ここで裏の文字が
間お前たちの様子を伺っていた。きっと今日は最高の日になるぞ。生まれるのだ、そして滅びるのだ。死は誕生であり、誕生は死なのだ。海に風が吹けばそれは波に、雨が地に降れば花が咲く。警戒しても見せてくれる。死は誕生、誕生は死。死とはスリルであり、美であり、死こそが永遠の輝きである。なぜ人はスリルに興奮するのか知っているか。そこに死を感じているからだ。さあ、たっぷりスリルを味わうがいい。そこにあるのは死だ。さあ、最高のスリルを味わうがいい。
死がもたらす生のエネルギーを、体の中から支配される喜びを、生と死のエネルギーは今ここでイコールになる。ハミクマのエネルギーは生と死、二つの世界をつなぐのだ。そして Eternal!